寒いこの季節。あったかーいコーヒーはいかがですか仕事帰りに、待ち合わせのちょっとした空き時間に、ほっと一息。店内にはイートインコーナーもご用意しています。おはようマートのおはようカフェ。なかなか落ちない頑固な汚れ、お困りじゃありませんかそんな時にはこちら。 スイングクリーナー。1秒間に1万回以上の超繊細な振動で、どんな汚れも立ちどこにシャットアウト。本日限りのお値打ち価格でご提供。今すぐお電話ください。は幽霊なんているわけないでしょまさかあんた、信じてるわけ <laughs> バはばっかじゃないの 大体そんな非科学的なものを元は誰かがついた嘘よお化けなんて嘘同様にもあるでしょもし出てきたら冷凍庫に入れてカチカチにしちゃえばいいのよわかったす,すみませんちょっと道をお尋ねしたいんですけどえっとここに行きたいんですけどここから どうやって向かったらえ反対方向はあまたやってしまいましたありがとうございますこれからそっちに向かってみますお帰りなさいご飯にするお風呂にするそれとも <laughs> ちょっと笑わないでよ <laughs> だってこうやって一緒に暮らせるようになったんだから一度は言ってみたかったんだもん <laughs> こーらいつまで起きてるの早く寝なさい明日遅刻するわよって何この髪の束ランドセルの底に溜まってたお便り もう、あんたって怖い。いつも帰ってきたら出しなさいって言ってるでしょ。おや、お客さんかい悪いね。今日のものはもう全部売れちまったんだ。いつもだったらこの時間にはまだ残ってるんだけど、運がなかったね。また明日。 出直しておいで。えあたしっすか <laughs> 冗談はよしてくださいよ。あたしにそんなことできるわけないじゃないですか。どうしてあたしがやったって思ったんですか <laughs> 証拠とかあるんですか あ,あすまねえだほらドジでのろまだから全然前見えねえてな何するだそれはうちの母ちゃんがくれた大事な大事な宝物だべそれだけはそれだけは勘忍してケロああの僕も連れて行ってもらえませんか 僕、ちっぽけで弱虫だけど。でも、あの人を助けたいっていう気持ちは、同じです。だから、僕にも何かできることはないでしょうか。ああ、高校生活って、思ってたよりつまんねえな。学校行けば、 授業とか部活とかだるいし、家にいれば相変わらず親はうるせえし。ああ、なんかいいことないかな。例えば、空から美少女が降ってくるとか。<laughs> なんて、そんなことあるわけ。え、ちょっと、え 本当になんか降ってきたうわあなあ、本当はさっき、もっとブランコで遊びたかったんだろうでも、小さい子に譲ってあげて、偉かったな。よし、今日は駄菓子屋に寄って帰ろう。何でも好きなものをおごってやる。母さんには内緒だからな。 無理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 俺ここから離れたら京子に殺される笑い事じゃねえってお前は京子の本当の怖さを知らねえからそんな顔してられんだよとにかく俺は絶対ここから離れないからなちょちょっと待ってください僕の言許け？君を？ いやいやいや、初対面の方に突然そんなこと言われましても、にわかには信じがたいと言いますか。いや、そんな目をされても困りますよ。と、とにかく、からかいたいだけなら、他を当たってください。それじゃ。君にも教えてあげようか、僕のスクープ 野球部四番の不祥事に学校のマドンナの熱愛果ては教頭先生の不倫疑惑までどう,どう知りたくてうずうずしちゃうでしょちぇ、つれないな他の女子なら喜んで噂話に食いつくのに大人ぶってても楽しいことなんてなんもないよ君はもっと今を楽しまなきゃ そうだ手始めに僕とデートしようよとっても楽しい場所に連れてってあげるな、何もビンタすることないじゃないかまったくもううるせえうるせえうるせえどいつもこいつもヒーローごっこの偽善者気取りかよ なんじゃ、この世界は変わんで <laughs> だから俺がぶっ壊してやるんだよ。<laughs> どうしても止めたいんならやってみろよ。なあヒーローさん